今日の本文、ルカによる福音書11章34節から36節の御言葉を通して、見るべきものを見ることができる目という題名で御言葉を語りたいと思います。見るべきものを見ることができる目、神様が私たちを創造されるときに、私たちの体に多くの死体をくださいました。その中でも重要なのがこの目であるとも言えます。私たち人間は何を見るかによって、 私たちの人生が変わってきますよね。見るものを通して学ぶこととなり、また見ることによって行動します。見るものが私たちの人生を作っていくことになるわけですね。子どもたちをえ教育するときにも多くのものを悟ります。悟ります子どもというものは両親がすること、また兄弟がすることを見てえ覚えますよね。言葉を覚える時も その言葉を聞くだけではなくその口の形をよく見るのを私たちは見ることができますまた成長するたびに多くの人々のその姿を見て育つわけですですから私たちその目を持って何を見るかによって私たちの人生が変わってくるわけですね今日の本文ではこの目を体のともし火であると語っていますしかし 私たちは目は全ての人間が持っているわけです。しかし、ただ目を持っているからいいというわけではないんですね。今日の本文を見ても、健全な目があれば悪い目があると語っています。今日の本文で多くの人々は、えー、特に多くの宗教指導者たちはですね、宗教指導者に対し,対して、イエス様が語られました。御言葉が人として来られた神様自身をですね、 悟ることができないそういう宗教指導者たちに対してあなた方は目があっても見ることができない、えー、ものであると語っておられます見ることのできる目を持っていても見ることができず聞くことができる耳を持っても聞くことができない、えー、病人であると語られましたそれでイエス様は体の明かり体の灯火は目であると語っていますその目を通して何を見るかが 重要であるということを語っていますね。今日私はこの目に対して目について見てみたいと思います。私たちはどのような目を持つべきなのか、えー、見てみたいと思います。まず一番目に私たちは、えー、この健全な目について調べてみましょう。えー、健全な目、健康な目、これはですね、きれいで単純な目を表しています。健全。 これはハプルスと言います。キリシャ語でハプルス。それは単純である、また純粋であると、健全であるという意味があります。ですから、聖書で語るこの目というものは、単純にです、ね、神様だけを見つめる、そういうきれいな純粋な目を意味しているわけです。純粋な目が私たちに必要なわけですね。私たちに目があるという事実自体が重要なわけではありません。 各自目は持っていますけれども、その目を通してですね、見るべきものを見ることができる目が私たちに必要なわけです。また、見,なけれ見,な見てはいけないものを見ることができない目が私たちに必要なんですね。いくら目があったとしても、見ることができず、見なければならないものを見ることができず、また、見てはならないものを見るものは、そうならば、ましてや、 目ががないい方がまだマシだと語っているわけです私たちの目ではですね神様を直接見ることはできません、堕落しているためしかしそのような中で神様を見つめるそういうきれいな純粋な目を持たなければならないと語っているわけです。しかし反対にですね病気にかかった目というものは見ることができないものですから見なければならないものを見ることができず また、えーえー、恐れなければならないものを恐れることができない目を意味しています世の中にある心配事憂い悩みそういうものを見るものが、えー、悪い目の持ち主だと語っているわけですね皆さん日曜日 礼拝をしてからですね、月か水曜日、3日間、例えば何を見てきまし生活していましたか考えてみてください。ある人は何を食べようか、レシピを見たり、またある人はお金があるのかな、どれくらいお金があるのかと,と、えー、通帳を見てですね、また株をしている人は株がどれほど変動したかを見るわけですよね。皆さんは 神様を見つめる目の方が多かったですかそれとも世の中を見つめる目の方が多かったですか私自身も、えー、この御言葉を準備しながら世の中のことを見つめていた目があったということを悟って悔、えー、い改めましたニュースを見ても、えー、良いニュースはあまりないですよね世の中の心配事憂いしかないわけですしかしいくら私たちが世の中で暮らしているからといってもですね決して えー、世の中を見つめるのではなくただ唯一なる神様だけを見つめる目を持たなければならないと聖書は語っていますルカによる福音書12章、うん、4節から5節を見ると恐れるべきもののその対象について記録していますそこで私の友であるあなた方に言うが体を殺してもその後でそれ以上何もできないものどもを恐れるな恐る,べ恐るべきものが誰であるか教えてあげよう 殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさいと語っていますよね。ルカニオル福音書12章4節5節を見ると恐れるべきものは神様だけであるとそういう単純,な単純な目を持ちなさいと語っています。世の中でもですね、ひまわりを好みます。例えば、えー、男性と女性がいてもですね、自分の 彼氏が他の女の人を見るとどうなりますかその自分の彼女に、えー、恐ろしい、えー、そういう試練を受けることになるわけですよね。私たちはひまわりのように太陽だけを見つめる、神様だけを見つめる、そういう手目を持たなければならないということを聖書は語っているわけです。ならば聖書で語るこの目、証しというもの、ともしびというものは何ですか 今日の本文で人の目というものは灯火であると語っていますけれども、神言20章27節を見ると、人の魂が、魂が明かりであると語っていますよね。神言20章27節と詩編119編105節を見ると、灯火は御言葉であると語っています。 また、信玄六章二十三節を見ても、今しめは灯火しであると語っています。ですから、神様の御言葉が灯火しであり、光が灯火しであり、魂、それがすべて命であると。ですから、目も灯火しも光も魂も御言葉も命もすべて同じことを意味しているわけです。ヨハネ一章一節からを見ると、 ヨハネ1章1節からを見ると、イエス様は初めにあった言葉であると語っています。言葉は神であったと語っていますよね。そして、命であり、また人の光であったと語っています。また1章14節を見ると、イエス様は私たちの人間の目で見ることができる体を持って、肉体を持った姿として、人のことして来られたと。栄光の姿を持ってこの世に来られたと語っていますよね。 また、ヨハネによる福音書12章46節を見ても、私は光としてこの世に来たと。それは私を信じる者が闇の内にとどまらないようになるためであると語っています。ですから、健全な、健康な目というものは、イエス・キリストだけを見ることができる目であります。イエス・キリストだけが私たちの灯しみなんです。ですから、私たちの中に、私たちの目にイエス・キリストがないならば、それは、 健康な目ではなく悪い目なわけですよね。目を見ること,見ることはできない盲目な人であると。では2番目に、悪い目、病気にかかった目,のその目とその結果について見てみたいと思います。今日の本文では、えー、健全な目、すいた目と、また、 悪い目があると語っています。この悪いというのはギリシャ語でポネロスという単語です。ポネロス。それは、えー、邪悪だと。悪邪悪だとまた病気にかかったという意味があります。病気にかかったと。結局、えー、この病気にかかった目はですね、人間を死に至らせると語っています。例えば、アダムとエヴァの堕落について見ても、えー 間違った目、健康ではない悪い目を持ったために堕落したということを見ることができます。神様はアダムとエヴァに言われましたよね、すべての,そのの木の実の実りを食べてもいいけれども、この善悪を知る木の実は食べてはいけないと語られました。しかしアダムとエヴァは蛇の誘惑を受けて善悪を知る木の実を見つめました。目で見て、また、 それを見たために結局欲ができて、えー、罪を犯したと聖書は語っています。それが創世記3章6節になります。女がその木を見るとそれは食べるに欲目には美しく賢くなるには好ましいと思われたからその実を取って食べまた共にいた夫にも与えたと語っていますよね。見る前までには欲がなかったわけです。しかし間違った目を持ってその善悪を知る木の実を食べ見たために 欲が出たわけです欲が結局は、えー、行動に表しそれがまた罪になりましたまた2番目にノアの時代の洪水の審判も目によってきたと語っています創世紀六章一節二節を見るとその当時の堕落の姿その世の中の姿を表していますよね創世紀六章一節を見ると人が地の表に増え始めて娘たちが彼らに生まれた時 神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て自分の好むものを妻に目取ったと語っています。ここを見ると自分の目、神の子たちが人の娘たちを見たと語っていますよね。神様を見るのではなく、この世の中の人々の美しいのを見てその自分の好むものを妻に目取ったと語っています。それが間違っていたわけですよね。しかし、ノアはどうでしたか ノアはいつも神様だけを見つめました。ですから、審判ではなく救いを受けたわけです。創世記6章八節を見ると、しかしノアは主の前に恵みを得たと語っていますよね。これをヘブル言語で見るとですね、主の目の前に恵みを受けたという意味があります。主の目の前に恵みを得たと。ですから、ノアの目がですね、神様に向かって、また神様の目もノアに向かって、 お互いに見つめ合っていたということを意味しているわけです。お互いに見つめ合っていました。神様を見つめたそのノアであったため救いを受けたわけです。また最後に、3つ目に、イエス・キリストの当時の人々の姿も間違った目を持っていました。ヨハネ9章を見ると、えー、ヨハネ9章39節からを見るとですね、えー、見えない人たちの目を見るようにしてくださいました。 しかし、当時の人々はイエス様を、えー、信じることもありませんでしたよね。ヨハネ9章39から41節を見ると、そこでイエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである。そこでイエスと一緒にいた、あるパリサイ人たちがそれを聞いてイエスに言った。それでは私たちも盲人なのでしょうか。しかし、イエスは彼らに言われた。 もしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし今、あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪があると語っています。霊的な目を開,ける開くことはできなかったわけですよね。結局、その結果、イエス・キリストを十字架にかける、つける、そういう罪を犯してしまったわけです。こういうことを見るとですね、ただイエス様と共にいるという、そういう事実だけが重要なのではないということを悟ることができます。 見なければならないものを見ることはできず、また信じることを信じることはできない、信じるべきことを信じることはできない、そういう人たちは結局、審判しかないということを意味しているわけです。いくらイエス様を実際に見たとしても、また一緒に生活していたとしても、同じ時代に暮らしていたとしてもですね、その方をしっかりと見ることも、悟ることも、信じることもできなければ、何の意味もないということを意味しているわけです。 これは過去の事件ではないわけです。今、私たちも同じです。私たちも何十年神様の御言葉を受けてきたと。また、この変化の御言葉、命の御言葉を受けて、本当にこの聖書に隠されている秘密をえこうやって悟って、本当に素晴らしい御言葉に満たされているという、そういうえことを考えるかもしれません。しかしか いくら見言葉を聞いて学んだとしても神様をしっかりと信じることはできず悟ることはできず見るべきものを見ることはできなければ同じように当時の宗教指導者たちのような失敗を繰り返すかもしれないということを私たちに記録を語っているわけですね。ですから私たちは病気にかかった悪い目ではなくついたきれいな健全な目を持たなければいけません。そ,ういうそのたためにもも私たちはいつも祈って 行かななけけければいけないわけです私が韓国のソウルにいる時にですね韓国のソウルにいる時私はカメラマンとしても、えー、奉仕をしていました、えー、写真を写しながら一生懸命働いていたんですけれどもカメラというものは人間の目と同じ、えー、機能を持っていますねレンズを通して入ってくる光をですね反射する反射して、えー、フィルムに映、えー、し出します 被写体をその通りに記録するわけです。光をですね、その光の実態を、えー、しっかりと事実的に記録するのがカメラなんですね。しかし、レンズが故障したらどうなりますか焦点もあ合いませんし、露出も合いません。しっかりとした、えー、その絵を写真を写すことはできないわけです。世界で一番高いレンズがいくらでしょうか ライカという会社から作ったレンズなんですけれども、200万ドル以上します。200万ドル以上。皆さんも欲しくないでですすか200万ドルですしかし、そのような大きなレンズを持っていたとしても、高いレンズを持っていたとしても、しっかりとそれを使うことができず、またそれも故障していたとしたらどうですか、結局は使い物にならないものになると。 偽の写真しか生まれて出せる出すことはできないということを意味していますまして200ドルのレンズの方がいいわけですよね私たちにくださったこの目というレンズもですね正しく、えー、しっかりと作動する、えー、正しい健全な目とならなければしっかりとしたものを見ることはできないということです審判と裁きのこの原因というものは 見ることを、見るべきこと、を見ず、また見、見てはいけないものを見たために、このように罪が起こり、また、審判が来たということを、私たちに、聖書は示しているわけです。では、3つ目に、私たちはどのような目を持って何、何を見なければいけないでしょうか。1つ目に、神様と、神様の御国を見つめる目を持たなければいけません。神様と、 神様の御国を見つめる目を持たなければいけません。私たちは今この世の中で暮らしています。しかし私たちの目は神様だけを見つめながら、神様の御国を見上げながら歩まなければいけないと語っていますよね。今日の本文、ルカによる福音書の11章の御言葉と同じ御言葉がまた6章に記録されています。うん また6章22節からを見ると記録されているんですけれども33節にあなた方はまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全て添えられるであろうと語っています世の中の心配事憂い悩みそういうものに捉えられて見るべきことを見ることができない目を持つのではなく 私たちは何があろうとも、神の国と神の義を求めなければいけないと、見なければならないということです。正しい目、健康な目というものは、神様の御国を希望の中で見上げる目であります。しかし、悪い目、病気の目というものは、世の中のものを、えー、探し求める目なんですね。ダビデも同じように、えー、このような告白をしました。紙幣62編、一節五節を見ると、 我が魂は戻してただ神を待つと我が神はあ。我が救いは神から来ると語っていますね。揺らぐことのない、そういう信仰を持って神様の前に待ち望むこと、また見つめることを意味しています。この神様を待つというのはですね、悪というんですけれども、確実に、また疑いのなくという意味があります。 本当に神様だけを死体求めて、神様だけを本当に疑うことなく、確実に信じて待ち望む、そういう目を持たなければならないということです。また2番目に、私たちが持たなければならない目というものは、最後の時を見つめる目であります。最後の時を見つめる目。ルカによる福音書12章の御言葉です。ルカによる福音書12章の御言葉を見ると、 主人が来られるのを待って準備する姿について記録しています。その一つがルカによる福音書十二章三十五節から四十節の見言葉であります。このシモべの姿を記録しています。主人がいつ帰ってくるかわからないそういう状況の中でですね、えー、しっかりとしたこのシモべは腰に帯を締めて明かりを持って主人を待ち望んでいました。 この主人が帰ってくる日日というもののは審判の日であります。主人が遅く帰ってくるにもまた早く帰ってくるにもしてもですね、いつ帰ってきてもいいように、いつも腰に帯を締めて明かりを灯している下辺について記録しているわけです。また、ルカによる福音書12章42節からの御言葉を見てみると、主人からすべての財産を管理させられていた下辺について記録しています。 しかし、このしもべというものは、間違ったしもべでした。主人はいつ来るかわからないと。主人がまだ遅く来るだろうと言いながらえ、ま、任せられた使命を果たすこともせずに、遊んでいたわけですよね。結局は、このしもべも、与えられた使命を果たすことがなかったために、主人が来たときに裁きを受けました。 私たちも同じように、その最後の時を見つめながら準備をするかしないかを選択しなさいということなんですね。正しい目、健全な目を持っている人は世の中に惑わされることなく、最後まで神様の前に歩むこと、神様のその最後の時を見つめながら、どんな時にも忍耐して待ち望む人、 それが私たち持たなければならない目なわけですよね。世の中に視線を、目をとらわれると、結局は審判と呪いになってしまいます。しかし私たちは世の中ではなく、信仰によって主だけを見つめる信徒は救いの恵みがあるということを聖書は記録しています。ですから私たちも同じようにですね、間違った悪い目を持つのではなく、神様だけを見つめることができる、そういう正しい目を持って、 世の終わりを準備する信徒とならなければいけません。結論的に、見ることができる目を持つものはです持つ、持つのは見言葉を通して受けることができます。見るべきものを見ることができる目というものは、見言葉を通していることができます。見言葉を通してそういう健康な目を持つことができるわけです。私たちにくださった最高のレンズは何かというと、 御言葉であります御言葉は実態を示すものであります。ルカ24章を見ると、イエス・キリストの十字架の事件の後にですね、エマ王に向かって下っていく弟子のことについて記録しています。彼らはエマ王に行きながら、えー、下りながらイエス・キリストに出会いました。しかし、イエス・キリストをさイエス・キリストだと悟ることはできませんでしたよね。しかし、 イエス様がその神様の御言葉を解き明かしてくださったときに、その御言葉を聞いて、目が開かれたと語っています。御言葉を通して、見るべきものを見ることができるようになったわけですよね。聖書は、御言葉を通して、私たちの目を開いてくださると語っています。詩篇119編、130節を見ると、主の御言葉を通して、 私たちの目を開いてくださると語っています。御言葉が開けると光を放って、無学なものに知恵を与えると、詩編119編、130節に記録していますよね。私たちの目は神様の御言葉によって開か,さ開かれるわけです。暗闇から光へと、死,死から救いへと、命へと、その目の先が、視線が変わってくるわけです。 神様は各時代ごとに御言葉を通して働かれました御言葉を通してその時代の指導者に目を開かせそしてその時代の灯火としてくださったわけです私たちもこの灯火を受けなければいけません神様だけを見る目を持たなければいけません見るべきことを見るそういう健康な目を持たなければならないと今日の本文では私たちに示しているわけですですですから私たちも えー、今日の本文35節を見ると私たちの中にある光が暗闇がないのか確認しなさいと語っています私たちには見言葉を下さいました光を下さっているわけですすでにしかしその光がですね揺らぐこともあれば消えそうになる時もありますしかし私たちはその光が暗くならないように注意しなければいけないわけです私たちの中にある光が消えようとしていないのかと また、えー、しっかりとした健康な目を持っているのかと、自分自身をいつも繰り返して、確認して、本当に神様の御言葉に従って、えー、私たち自身を振り返ってみなければいけません。ですから、私たち皆さん一人一人が、正しい健全な目を持って、私たちにくださる多くの祝福をすべて受けて、愛無し徒となることを、主の皆をもって祝福いたします。じゃ祈ります。 愛する父なる神様感謝いたします今日も私たちに御言葉をくださり恵みをくださって御言葉の実態である神様だけを見上げながらまた神様を私たちの父として迎えることができるよう導かれ感謝いたします今まで神様がくださったこの目を持って世の中を見て世の中のものを求めまた憂い悩みを 持ちながら暮らしていたならばまず許してくださりこれから御言葉を通して私たちの目を開いてくださり最後まで神様だけを見つめながら歩むことができるよう祝福してください私たちいつも神様に望みを置いて神様の御国を求めながらこの世の中で揺らぐことのなく見つめるべきものをしっかりと見る健康な目を与えてくださいまた私たちの中にある光がこの明かりが 暗くなっていないか、揺らいでいないかをしっかりと確認しながら最後まで歩み続けることができるよう導いてください。今日も神様の前に感謝を持ってあらかじめ準備した捧げ物を捧げます。この捧げ物が信仰の実りとして捧げるときに、この捧げ物を を祝福してくださり、用いられるところどころで神様の栄光だけが表されるよう、どうか神様は祝福してください。その通りになることを信じて感謝し、主イエスキリストの皆によって切に感謝してお祈りいたします。アメ